沢選手は、大会出場して27年これだけ長い期間大会に出ているといろいろな選手のことをご存じだと思うんですが、そういった選手の交流について少し聞かせてほしいんですが、はい、今回は誰、まあ、前回合同さんの話しさせた、今回はじゃあ、ミスターパーフェクトです、田代誠選手ですね。あの、まあ、前回、まあ、以前対談も快く引き受けていただいて、あのなかなかあんな機会ないなっていう、ね、ぐらいやっぱり忙しいですしね、あの本当にスケジュールがたまたまあったんで引き受けていただきましたけどね、まあ、田代さんに関しては、まあ、もちろんトレーニングももちろんですけど、まあ、僕もやっぱり仕事で結構、まあ、苦労ではないですけどね、このトレーニングをするっていう環境面では結構こうやりづらい環境でトレーニングをなんとかやってきた時代が長いので、まあ、田代さんなんかもやっぱりこうすごいハードスケジュールの中で夜中にトレーニングしたりっていう、そういうところですごいこうやっぱり、サラリーマンとしてトレーニングをしていく上でのそのモチベーションというか、はすごくこうやっぱ田代さんがいたことで僕も頑張ろう、これだからね、合同さんの時も言いましたね、僕合同さんだったらもっと追い込むんじゃないかとか、でもこれ僕は仕事の時辛い時田代さん結構思い浮かべて、これ田代さんだったら多分ここからまたトレーニング行くなとかね、いくら体が疲れててもね、そういうなんかすごいこう、まあ、中で勝手にね自分でそうやって奮い立たせてやってた、まさにその対象が田代さんですね。もうトレーニングにおいてはもう本当に何すかこう、特に背中なんかはもうね、背中が見えてるんじゃないかっていうぐらい綺麗にね、コントロールして動かす、やっぱり DVD 背中のトレーニングの前なんかはよく車で田代さんの背中のトレーニングで筋肉の動きを見ながらすごいいいイメージを持って車でジム行ってトレーニングするっていうのを結構日課にしてましたね、特に背中のトレーニングとかね。あとはトレーニングの基本はやっぱり本当に田代さんのトレーニングを見て、なんか一番参考にさせてもらいましたね、呼吸の使い方だとか間の取り方だとかね、一番やっぱり田代さんに、あ、そうか、最初はね、会った時ね、日本クラス別、確か横浜でやったバルク三兄弟っていう呼ばれた、ビーフ佐々木、下田くんで僕が同じ階級で出た大会があるんですよね、85キロ級かなあれで、まあビーフが優勝したのかな、で下田くんが2位、僕が3位だったかな、んかそのちょうど僕それ佐川の時代で、まあ体はね本当にもう疲労困憊状態で大会出てたんで全然そんなにいい体ではなかったんですけど、まあなんとか大会出た時に確かバックステージで田代さんが声かけてくれたんですよね、確かねバックプレス何キロやるのくらいの、多分すごいやっぱバルク派だったんで、こいつとんでもなく力強いんだろうなっていう興味本位で聞いていただいてます。まあでも僕バックプレス弱いしプレス全部弱いんで、僕なんて本当もう80キロぐらいですよって言ったら、本当にっていうような会話をしたのが本当に鮮明に覚えてますね。でそこからまあ僕がゴールドジムさんがスポンサーについていただいて、まあいろんな流れがあって、でまあまだその頃は多分田代さんは、店長だとか現場でいられたんですけど、だんだん取締役まで上がられて、で今はまあいろんな仕事で連絡取り合ったりだとか、お願いしたりだとか、まあ田代さんの方から依頼いただいて、なんか依頼ねいただいたりだとかで、こういろんな仕事でもお互いこうちょっとこう絡むことができてっていう関係ですかね今は。田代さんっていうとやっぱり夜中に、トレーニングされて、はいはい、でその場で確かあれですよね、ストレッチのところで寝ちゃうんですよね。ああそうなんですね。なんかそういうの聞いたことありますか、はいはいはい、なんか2時間ぐらいだか寝て、はいはいはい、
それであの店舗開ける人が来たらシャワー浴びて、でなんか その後仕事をされるだからっていう、だなんかそういうのではゴールドジムっていうのが今日本全国すごいありますけど、そこのやっぱりあのなんいわゆる立ち上げの頃の一番このバーって増えていく時に中核になって、ね、はいはいはい、あの尽力された方っていう、そうですね、はい、でそういう時にもやっぱりそのトレーニング欠かさずにやってっていうところで、でもあのそういうまあライバルって言える人がいて、でそういう人が頑張ってるんだったらっていうのを思ってっていうのは、やっぱなんかボディービルが完全な個人競技じゃないんだなっていうようなところをお話伺ってると感じますね。まあ、ライバルなんで恐れ多いですけどね、その要は、ね、同じような境地に身を置いてっていうところで、あの勝手に僕が刺激を受けてたっていうかね、そんな感じですけどね。まあ、とにかく本当に精神力が強い、あのでも柔軟性がありますよね。あのトレーニングできないことに対してそんなに別に、まあ、できないなら仕方がないです。なんか常にこうあの怖いのは常に余裕を持ってる、なんかねすごいですよね、あのそのなんですか、構えたどっとしどしっとしたこうあの発言もそうですし、うん、絶対にこうなんか辛さだとかあの、まあ、愚痴も言わないですし、そういうところって本当にすごいこう強い。あとやっぱりこう大会で、まあ、もちろんほぼ田代さんはね、ご本人も言われてましたけど評価されなかったことがないって言ってましたけど、それでもやっぱり2位になったり3位になったりすることってあるじゃないですか、日本選手権だと。それでももう本当に心よくなんかこう握手して終わってっていうね、あのやっぱりこうステージングってやっぱり最後のこの表彰がね終わって、そこまでがやっぱりみんなお客さん見てるわけだし、そこまでやっぱりアスリートのこう姿勢っていうのは出ると思うんでね、ああいうとこ本当かっこいいなと思いますよね。あとやっぱり僕が印象的だったのはその、うん、2つあって、1個はあの僕の次に田代さんが言ってくれたんですけど、田代さんが言ったんですよ、僕の次にトレーニングが上手いのは木澤君だって言ってくれたんですよ。それがもう本当に嬉しくて、なんかすごい見てくれてたんだなっていうのが嬉しかったですよね。あとはもう一個、やっぱりあの前回の対談の時にもお話ししましたけど、こう日本選手権で低迷して戻ってきた時に、表彰の時に隣にいた田代さんがお帰りって言ってくれたんですよね。まあ、その2つはね、本当になんかボディビルやってきて、本当に一番嬉しかった2つって言ってもいいぐらいな感じですかね。以前の話でありましたけど、ポージングでもかなりお世話になったっていう、日本選手権で僕は、もう今十何年か前に4位になって、次の年もう僕優勝だろうっていうね、下馬評では優勝争い、優勝木澤みたいな感じだった時に、やっぱ田代さんがちょっとポージングはさすがに直した方がいいよっていうことで、本当毎週東京から足を運んでいただいて、ゴールドジムの当時金山ですよね。でスタジオで夜本当に12時過ぎまでマンツーマンでポージングを教えていただいてっていう、そういう恩もありますね。あとゴードさんの時に話がありましたけど、ゴードさんはその自分のジムでないと絶対トレーニングしないっていうのがありましたけど、それと交代症って言ったらあれですけど、田代さんの場合、まあ、お仕事絡みっていうことももちろんあるんですけど、大阪方面、関西の方を回られてて、その店舗店舗でトレーニングされるっていうのを聞いて、やっぱり違う店舗でやるのって新鮮な場合もありますけど、やっぱりやりづらかったりとかもあるじゃないですか。それがだからその定期的にある程度回って店舗でトレーニングされたりっていうのをそのされてるっていうのを聞いて、環境が変わってもとにかく、まあもちろんジム運営されてる側の方なんで、自分がしっかりトレーニングできないところはダメだっていうことで見られるっていうことで聞いてますけど、僕はこれは言っちゃいいのか悪いのか分かんないですけど、昔、何かの仕事の時に
なんかスタッフ向けの研修やってたんかな。僕の横で田代さんはパソコンやってたんですよ。このこういう椅子並べた時にこうやってチラッと 見えたのがスケジュールを組んでるんですよね。こう本当に1ヶ月先ぐらいまでかな。で出張が入ったりとか、はい、ここの店舗にこの日に行ってとかって、はいはい、そこにこっからここまで30分歩くとか、うん、細かくいろんなスケジュールを自分で組み立ててる。だからやっぱりその仕事とこのトレーニング そのスケジューリングがすごいと思うんですよ、うん、もう勝手に思ってるだけですけど、いや多分だから多分やれる時にやるって言って見えるんですけど、思ってるけど多分きっちり自分で計算して多分動かれてるのかなっていうふうに思いますね。あとなんか趣味で山歩きがお好きだそうで、あれでしたよね、本当に御嶽が噴火した時期に、はい、日本選手権の本当2週間ぐらい前でしたか、いやこれ笑った話じゃダメなんですけどね、被害に遭われてる方もいるんで、田代さん御嶽結構登られてたんで、で2週間前に噴火して、でね、みんなが連絡取ったら連絡つかなくて、しばらくね 2、3日で、田代さん被害そんな人なんじゃないかっていうのでね、結構僕らも結構マジかっていう時期がありましたね。そしたらたまたま電話なんか出れなかったからねっていう。でも本当に正面の山登ってたみたいで、噴火したのをもろ見たよとか言ってましたけど、なんか今でもやっぱり山登りはすごい一人でね、テント背負って最近はほのぼのとした話では、お子さんが、はい、双子の、はい、機関車トーマスに出てくるなんかでで記者の名前がみんな言えるそうです。そんなありましたけど、まあ今でもやっぱりそのすごいし、仕上がった時のあの体は本当にやっぱり迫力があって、なんか見た感じすごいこう柔らかそうで、力入れてガチってなる感じの、すごいですね、はい、まあ、本当になんか結構オフは太れるじゃないですか、確かに、はい、ふっくらするし、はい、絞るとバキバキになるんで、すごくやっぱり減量が上手だし、水江さんも多分経験されると思うんですけど、1ヶ月空いて会うと別人になってる時なんですか。はい、あります、あります。これ本当に失礼な話なんですけど、あ、今年絶対間に合わないなっていうペースで来てて、ね、1ヶ月後に会うと仕上がってるんですよね。あれはもう僕ちょっと衝撃的でしたね。だその辺の最後になんか結構引き出しがやっぱりいっぱいあって、それを取っておくみたいですよね、話伺うと。本当そういうのでは自分に厳しくできるので、アドバイスも結構厳しいアドバイスも、それもう絞らなきゃダメでしょうみたいな話とかは非常に厳しいものがありますけど、でもそういうことを言うだけの実績をやっぱり残してるんで、もう田代さんのアドバイスっていうのはすごくこう言葉に重みがあるって言いますか、はい、っていうね、本当に心の師匠ですね。もちろんこうトレーニングですけど、はい、どっちかというと僕の中では心の師匠です。